はい、ではどちらからいらっしゃいましたか。はい、東北広域文化大学から参りました。野寺ルナです。はい、ルナさんは、沖縄へは何をしにいらっしゃいましたか。はい、戦没者の遺骨収集ということで、このインターンシップが終わった後から1週間ほどその活動に向かいたいと思っています。お、じゃあインターンシップが終わってからも1週間は、はい、そちらで、はい、沖縄に滞在するということですね、はい、どこか行きました？観光とか。残波岬の方に行かせていただいたんですけど、うん、本当に観光客がいっぱいいて、はい、うん、もうすごいやっぱ人気なスポットなんだなと思いながらいっぱい写真を撮りました。うん、ザキミ城市、残波岬以外はどこか行きましたか。あ、特にどこにも回れてないですね。まだ回れてないですか、はい、じゃあこれからちょっと回る感じですかね、はい、時間があったら行きたいなと思ってます、うん、沖縄料理は食べました。はい、豆腐チャンプルーをこの間食べました、はい、すごい美味しかったです。うん、なんて言うんですか、スパムがなんか入ってて、うんうん、あんまり本島にいる間は食べる機会がないので、うんうん、美味しくて感動しました、はい、じゃあ沖縄に来ての感想を少し聞かせてください。はい、着いたのは15日なんですけど、着いた日は本当に半袖でも大丈夫だったんですけど、今ではすごい山形と同じような服装なので、もうちょっと暖かく買ったらいいのになって思いながら過ごしてたんですけど、でもやっぱり人がすごい温かいので、もうこんなのなんて脱いじゃいみたいな感じの雰囲気なんですけど、はい、ありがとうございました。あと晴れるといいですね。はい、はい、ありがとうございました。